はい、どうもタンタンです。カマカのね、ヴィンテージホワイトラベルの、ウクレレ入ってきましたのでご紹介したいと思います。なかなか状態いいですね。こういった感じで木目も綺麗な一本ですね。オールコアの、ボディもシバンブリッジまで全てコアの、はい、タイプで、ペグはね、シャーラーに変わった後直後ぐらいなのかな、そのぐらいかと思います。70年代後半、80年代頭、そのぐらいの、モデルかなと思いますけれども、こういった感じで、特にね、大きなリペア歴も、ないかな、うん、ないと思いますね。状態いい方じゃないでしょうか。はい、で音がね、結構しっかりとボリューム感あっていいですね。コロコロした感じもちろんあるんですけれど、ヴィンテージらしいというかな、古い楽器らしいね、あの枯れた感じっていうのももちろんありつつ、しっかりとボリューム感もあって、かなり使えるソプラノのウクレレじゃないかなと思いますね。やっぱりこの辺はね、コードストローク非常に気持ちいい、うん、そういった音色になってますので、その辺で使うのもよし。この辺のまあ12フレットまでしかないので、そんなにソロ弾きっていうのもね、なかなかちょっと音数の問題もあるかなと思いますけれども、まあ十分にそのあたりもこの辺の音なんかも楽しめるんじゃないかなと思います。この辺のね、あのホワイトラベルのカマカ、この形のタイプね、探してた方は非常にあのおすすめな一本かなと思いますので、はい、ぜひお早めにお問い合わせいただければと思っております。ということで、カマカのホワイトラベルですね、70年代終わりぐらいかな、こちらの、はい、シャーラーペグ機のモデルですね、はい、オールコアタイプのこちらのモデル、店頭にて販売しております。なかなか状態良いですので、ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それでは、タンタンでした。